全艦ゲートアウト完了。主機関抜き足モードへとシフト。以降現宙域離脱まで継続します。現宙域離脱予定時間は絶対基準時で22日13007時間16分30秒後となります。次の UMN コラムまで7時間36分。それまで周辺宙域からのゲートジャンプは使用不可となります。次で最後か。はい、次のコラムが最後のゲートジャンプとなります。あと少しの辛抱です。ここまで来れば大丈夫ですよ。コラム間は統計的に接触率低いですし、それにここには小惑星も多いですから、奴らから艦隊を隠すには都合がいいです。ふん、気楽なもんだな。小惑星なぞ気休め程度にしかならんぞ。すみません。辛辣だな、アンドリュー中佐。何かあったのか。いや、別に。注意、すまんが宇月主任に報告データが整い次第ブリッジへ来るよう伝えてくれ。それとこれまでのデータも提出するようにと。了解しました。了解しました。30分後にそちらに出頭します。早速来ましたね、出頭命令。でしょ、私の鑑定結構当たるんだから。宇月主任、これ提出するデータです。他には？ありがとう。これだけでいいわ。あとは何とかするから。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。世話女房ぶりも板についてきたじゃないですか、副主任。何にやついてんだよ、トガシ。大体なんだその世話女房ってのは。さっさと残りのデータまとめろって。やってますって。いつもそう言って照れ隠しすんだから。トガシ、何か言ったか。何も言ってません、空耳です。ったく、はあ、またか。仕方ないな。よかったですね、二人きりになる口実できて。ついでに食事にでも誘ってみちゃどうです。こっちは僕らでやっときますから。行くときは行かなきゃ。そんなんじゃないって言ってるだろう。本当にもう。じゃあ、ちょっと渡してくるよ。頑張って頑張って頑張って。ったく、好き放題言ってくれちゃって。僕だって、行けるもんなら行きたいさ。まだ残ってたのかい。無理して体壊しちゃ何にもなんないぞ。あ、お疲れ様です。明朝までにどうしてもまとめておきたいデータがあったものですから。ケビン先輩こそこんな時間までどうされたんです。明日は早いんですから、お休みにならないと。はい、差し入れ。え、ありがとうございます。
実はある悩み事があってね、なかなか寝つけないんだ。悩み事？明日いよいよ彼女は目覚める。その姿を見るのはとても楽しみなんだけれど、目覚めた彼女になんて声をかけたらいいか、それで悩んでいてね。おかしいだろ。おはようっていいんじゃないですか。おはようかい。朝起きたらやっぱりおはようですよ。そうか、そうだったね。ありがとう。これでぐっすり眠れそうだよ。よかったですね。君も早めに休んでおくんだぞ。はい。じゃあ、おやすみ。おやすみなさい。主任。アーレン君？アーレン君じゃないですよ。主任、肝心のデータ忘れていったでしょ。危ないですよ、ぼーっとして歩いてると。うん、ごめんね、ちょっと考え事してたから。どうかしましたか？